どけ曲がると好き嫌いはいかんぞ。夕食はちゃんと食わんとな。さあ食うんだ。ちゃんと食わんといかんぞ。食えよ、ほら食うんだよ。おら、最後のクソ野郎が吐きやがったよ。ジャック、こんな、おい、うるせえぞマグルト。せっかく作ってやったのに。なんだい、ふざけやがって。あのクソ野郎許さないよ。せっかく私が作ってやったのに吐きやがって。こいつは我々にはとっておきのごちそうでな。わかるか。さあ行くぞ。クソ、邪魔しやがって。またあの札が来やがったんだ。こんな時にクソが。すぐ戻ってくるから。
まだディナーが終わってないのに出ていくつもりか。しゃべれない俺はここだ。逃げたって無駄だぞ。すぐに見つけてやるからな。で、見つけた後は。俺は年寄りなんだぞ。こんな年寄りにも勝てんのか。見つけた。もう少しうまくやらんとな、いいさ。
やったね、イーサン。ゾイだな。はい。あいつらは一体何なんだ。知りたくなかったら黙って聞いて。その屋敷から出ないとメインホールから出られるかも。わかった。あと腕のはコデックスっていうの、なくさないで、大事なものだよ。おい、お前、おい、頼む、助けてくれ。ちょっと落ち着いて。あんた、ここの人間なのか。つまりこの家に住んでるのか。俺が？そうじゃない、違う。そうか、実はこの辺りで失踪事件があったと通報を受けてね。それどころじゃない、ここから出たいんだ。まあ落ち着けって。俺の話を聞いてくれ。この家のイカれた奴らに殺されそうなんだ。そうか、じゃあ言わせてもらうが、そういうあんたこそあんまりまともな人間には見えないぞ。ふざけないでくれ。いいか、さっきも言ったが、この辺りで失踪事件が頻発してるんだ。疑ってるわけじゃないが、あんたみたいなよそ者が関わってないともまだ言い切れないからな。わかったよ、何でも話すから。よし、わかればいいんだ。じゃあガレージがあるだろう、そこで話そう。